2022年運勢ランキング発表、蟹座は第何位なのかということで、占い師ゲッター美玲さんによる運勢ランキング発表したいと思います。蟹座は第何位なのかというとですね、ズバリ12星座別1位です。おめでとうございます。すべてうまくいく最高の年になります。全く悪いことも起きず、何事もすべてうまくいく最高の1年になりますと言われて、皆さん信じますでしょうか？いやー、そんなバカな、すべてうまくいくなんてあるわけないだろうと。嫌なこととかトラブルとか少しくらいは起きるだろうとかって自分でネガティブな、想像をしてしまう方は運勢うまくいきません。なぜならすべてうまくいくと言われているのにネガティブなことをイメージしてしまうからです。そういう思考回路だからすべてうまくいかないわけです。逆にですよ、あ、すべてうまくいくんだ、自分の星座は1位なんだ、やったぜ、これも最高の年になるぜって思える人は運勢良くなります。なぜなら素直に受け取ってプラスのイメージで、その年を送れるからです。これ本当に大事なことなんですけれども、占い師が適当に言った星座の順位で騙されずにですね、もうすべてうまくいくんだって思うことが2022年の運勢を良くする第一歩だということをぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、結局占いなんかに関係なく、いや、全てうまくいくんだって信じてる人は必ず運勢が良くなります。いや、なんか悪いこと起きるかもみたいに思ってる人は運勢良くなりません。なので占い師に騙されずにですね、例えば皆さんが2022年の運勢、どっかの占い師がなんか仕事がトラブル続きとか、恋愛はうまくいかないとか、じっと待つ時期とかいうのを信じちゃって、なんかネガティブなイメージを植え付けられたら本当に運勢悪くなってしまうんですよ。それは本当は運勢良かったはずなのに、占い師が勝手に運勢が悪いのを占ったがために、それを信じてしまったがために、ネガティブなイメージを埋め込まれてしまって、運勢悪くなる暗示をかけられて実際にそうなってしまう。だったら逆にいい暗示をかければいいわけです。もう占い師なんてそういう悪いことも言うわけですから、2022年は全てうまくいくと自分で信じてそれをやればですね、当然うまくいくようになります。やっぱこれが大事だということで、占い師のネガティブな情報に騙されないように、そういう思い込みによって運勢が悪くなっているということに早く気づくことが大事です。で、2022年の運勢ですけれども、ぜひ皆さん、自分でですね、自分の運勢を作ってください。占い師の適当な2022年の運勢とかではなくて、自分でですね、2022年すべてうまくいったらどんな年になるだろうっていうのを具体的に、書き出していってみてください。妄想で構わないので、例えば、仕事だったらこんな売り上げが立って、例えば社内で営業成績ナンバーワンになるとかでもいいですし、例えば恋愛だったら、例えば好きな人となんか結婚できてすごい幸せな結婚式を挙げられることができる年になるみたいに、とにかくすべてうまくいったらどんな風になるのかっていうことを、まず自分でイメージしないことには運勢良くならないので、占いのネガティブな情報に騙されず、自分の運勢は自分で切り開く。2022年の運勢をすべてうまくいった状態というのを自分で想像して書き出してみるのがあなたの運勢ということになります。詳しくはですね、占い師ゲッター美玲さんが Kindle で2022年の運勢、開運の秘訣を書いた本が星座別に出ております。ぜひこちらを読んでいただけると、占い師に騙されず、毎年、2022年も含め毎年ですね、素晴らしい年にできるようなヒントが書かれていますので、ぜひ概要欄の方で、Kindle をチェックしていただきたいなと思います。